さんこんにちは、太田結衣です。さあ今回は何の動画をやるかと言いますと、ジ・グレイル購入品紹介。なんかこうジブリコーデと言いますか、私はなんかこうジブリ系のなんかこうちょっとポップさもありつつ可愛らしい服みたいなのがすごい好きなんですけど、なんかすごく着回しもできそうな服がいっぱいあったので、今回はだいたい1万円分くらい買ってきました。これからジブリパークに行くときとか、新作映画を見に行くときとか、着ていきたくなるジブリ女子コーデを発表していきたいと思います。それではグレイル購入品1万円分行ってみよう。はい、1コーデ目はね、この外のワンピースですね。この中のしましまは前にね GU で買ったやつで、まあ、似たようなやつをね、あのグレイルでも買えるんですけど、この中のやつは GU で買ったやつです。このワンピースがお値段なんと2199円なんですが、めっちゃちゃんとしてるの、びっくりした。ちょっと正直私あのグレイルとかそういうプチプラ商品を買うの時にめっちゃ心配なのが、なんか生地感がシワになりやすかったりとか、なんかこう動画でこうやって見ていただく分には全然いいんだけど、なんか実際人と会った時とかになんかこう安っぽく見えるのかなというちょっと心配があったりとかしたんですけど、めっちゃちゃんとしてた。これ裏地もめちゃくちゃちゃんとしてて、あの1枚入っているので下に特に今何も着てないんですけど、裏写りとかしない感じになっていました。まああとちょっと低身長というか、まあ、私158センチで平均なんですけど、この肩紐でね長さを調節できるのがちょっとこれまた嬉しいというか、結構ザラとかでさ服を買うとちょっとね丈が長すぎるというか、だいたいするんですね裾を。なんだけどこういうねちょっと多少上に上げれると身長層がいろいろな人でも着れそうな感じでした。ちょっと私は結構ね色をどっかに入れたいくなるっていう衝動が大体ありまして、こういうパキッとした赤とか色物が好きなんですね。こういうシンプルめな黒のバッグでもいいんですけど、太田の場合はこれね、このジブリのヒンバッグ、ロエベとこの春の動く城がコラボしたこのバッグを組み合わせるのも可愛いですね。いい感じ。 JBL で買ったストローキャップを合わせても、あ、かわいい。ちょっと待って、これもめっちゃいいじゃん、夏めっちゃ夏だな。これもいいですね。こういう服装が私は大好きです。ちょっとこう女版トンボっぽいコーデですね。はい、というわけで一コーデ目こちらのグレーワンピースでした。はい、次。はい、二コーデ目です。じゃーん、この中のトップスはあえてさっきのと同じやつで始めてみました。後でちょっとこの別のねグレイルのトップスにも着替えるんですけど、着回しができすぎる。このトップス、このねデニムのねワンピースも超可愛いのに、これ2599円、やばくない？ちょっとすごすぎない？ベルトのここにあのファスナーがあって、まあ、これを外して着る感じで、でベルトもこれ本当のベルトになってるのでウエストも調節できますと。こちらはこんな感じで肩紐もここで長さが調節できるので、私はだいぶ上に上げたんですけど、なんか私はそんなにこう足が長くないので、ちょっとここのねウエストマークっていうのがねめちゃめちゃ大事なんですよ。これがあるだけで全然違う。さっきのは多分ここのウエストマークがなくて結構こうふわっとした感じだったので、こっちの方がよりなんかスタイルが強調されるというか、メリハリが出てなんかちょっと足が長く見えそうですね。でこれが今そのさっきのトップスと同じやつにしたので、ちょっとあのグレイルで買ったこっちのね白にも合わせてみたいと思います。はい、白バージョンでーす全然違うこれはね私たまたまねこの中のトップスを前から買っていて、このねスカートを選んでる時になんかグレイルのなんか見本みたいな感じでチーポポさんかながこれを着ていて、うわこれ私持ってるやつだと思って、ちょっともうまさにぴったりだったので合わせてみました。これが結構袖がねふわふわしてるやつで、まあ、ちょっとこれ中に入れるぐらいでちょうどいいかなと思うんですけど、まあ、こういうちょっと袖がふんわりしたちょっとガーリーなデザインになっていて、ここがちょっとねなんていうんだろう、ビーズっぽい
ボタンになってるっていう、めっちゃ女の子っていう感じのデザインになっております。でもなんか逆にこういうフリルの時にこういうデニム生地とかを合わせるのが私は好きだなという感じですかね。なんかこう甘さをプラスした分ちょっと辛さもプラスしてちょっとこうトントンにしようみたいな、そういう感じがねまさにこのコーデはできるので超可愛いなと思います。ほんとこの厚みが結構しっかりしてるのがめっちゃ嬉しいな。これは座っても全然シワにならなそうだし、ほんと普通のデニムパンツと同じ生地感ですね。まあね、ちょっと強いて言えば結構重い、この服自体が1キロ2キロぐらいあるんじゃないかな。割とそのほんとしっかりした生地だからこうドシンとくるというか、割と重めではあるんだけど、逆にそれがなんかこう生地の厚みを物語ってるというか、しっかりしてるからこそだなっていう感じがしますね。なんかこれは多分普通に着てても2000円台っていうのは多分バレないというか、かなりしっかりしてる。ロエベのトトロバッグを合わせても可愛いし、トトロの色、この革の色ともめっちゃ合いそう。ちょっとデートコーデと言いますか、可愛いのではないでしょうか。はい、というわけでこちら2つ目デニムワンピースでした。はい、次、うおちょっと待って、全然めっちゃ斬新なコーデになった。大丈夫なのかこれは。上が2つともクレールで買いまして、この中が普通のね白のキャミソールというか肩紐のやつなんですけど、その上にこの緑のカーディガンっぽいこのレース素材のこちらをね合わせました。可愛いんだけど合ってるのかこれは。大丈夫、なんかちょっと首縛ってないか。いや、このこれがね前で合ってるみたい。大丈夫かなちょっとこれは私あんまり似合わなかったかもしれない。下から登ってきてここまではいいんですよ、ここまではいいんだけど、ここですね、ほんと気になるのは。ちょっと苦しそうに見えてしまうのではないでしょうかという、まあちょっとまあいいでしょう。特筆すべきは結構この生地感というか、なんか安いレースって結構こうチクチクしたりとか、うー着心地がどうなんだろうと思ってたんだけど、中も外も全然なんかチクチクしないし、1枚でいけますね。これは生地感はめっちゃありけど、私のちょっと着回し方がちょっと下手だったかもしれない。グレイルの買った時は一応その 2way とは書いてなかったんですけど、はい、一応ねちょっと回してきてみたところ意外といけそうなので、まあ 2way として着ることもまあ無理ではないかもしれない。私でもあんまりこれカーディガン系似合わないんだよな。なんかでもこのさ緑の淡い感じはかなりこうジブリっぽいというか、ジブリ女子が好きな色だなっていう感じがするので、ちょっとこの素材感とか色は超可愛いんだけど、なんかもうジャケットとかさカーディガン羽織るにはちょっと暑いけど、まあ、こういうなんか通気性いい羽織が1枚欲しいなとかいう時にはねちょうどいいかもしれないです。これがお値段が1799円で、中も確かね1000円台だったので、2つ合わせても3000円ちょいぐらい。はい、というわけで 3着目4着目こちらのシアートップスでした。はい、そして次証拠りもなく縛っております同じような買っちゃった。さっきのは、この白のトップスの上に緑を羽織るって感じだったんですけど、今回のこれはチューブトップみたいなやつとこれが一体になってるので、これが外れなくなってるんですね。だからこれで1枚っていう、トップスになっております。まあこっちの方が割と私はなんか着回しやすいのかなというか、今はデニムだけど多分これスカートでもかなり可愛いと思うので、なんかすごく着回しがしやすいのはこっちかな。まあやっぱ色が白っていうのもあるし、なんかバッグもなんかこういう黒の落ち着いた色でもいいし、ロエベバッグ持っても可愛いし、かなりいい感じです。いやでも私はね結構このスタイル的にこうメリハリがある服の方が似合いやすいという感じなので、なんかあの骨格診断とか私やったことないのであんまりわかんないんだけど、多分友達が言うにはナチュラルですなんか割とねこうあんまり全体的にふわっとした服を着ちゃうとねこうまごまごするんですけど、このウエストのメリハリを服で強調した方が
自分的にはいいなと思っているので、こういう服の方がねいい気がしております。なんかでもちょっとこの感じがもうちょっとでもさ、ジブリ好きとしてはあの足高のインナーに見えてくるんですけどこれがさ青色だったらもう完全にあの足高のインナーなんですけど、まあ、白なのでねちょっと可愛くなりますよと。はい、というわけで GL、グレイルコーデ、4コーデご紹介しました。いかがだったでしょうか。マジで久しぶりにグレイル買ったんですけど、なんか前よりなんかね生地がめちゃくちゃ良くなっている感じがしました。ほんとそのチクチクとか透けるとか全然ないし、なんか圧倒的進化を感じましたね。一応あの概要欄に私が買ったやつのあのリンクを貼っておくので、よかったら参考にしてみてください。ちょっとでもあの参考になったかは分かんない、ちょっとすいませんあんまり自信はないんですけど、まあ、こんな感じでね夏のジブリコーデ私は揃えてみました。はい、というわけで、また次回の動画で元気にお会いしましょう。それではまたねー。